1月28日木曜日曇り。僕にとって荒木さんは死者でした。恨みもありますが、それ以上に彼女のしてくれたことには感謝してます。荒木さんは僕の願いを叶えてくれた。だからあのことも今まで黙ってたんです。言う必要がないから。でも今は違う。彼女は僕をいじめた。それに黙ってたら僕の身が危うくなる。昨日僕は警察に連れて行かれました。そして僕の証言をもとに今日荒木さんが逮捕されました。殺人罪です。被害者は奥田。あの日荒木さんは僕の目の前で奥田を殺してくれた。僕が愛用してた黒いマフラー、荒木さんは同じものを手に入れ僕に変装して奥田を殺したんです。僕はもともと小柄なためマフラーで顔を覆って学ランを着込んだ荒木さんは本当に僕そっくりの容貌でした。彼女は奥田殺しの罪を僕に着せようとしていた。でも誰も見てなかった、僕以外。あの時僕はなぜ荒木さんが奥田を殺したのか分かりませんでした。今となったら動機は明白ですが、デジカメの画像の日付は11月16日。あの日の放課後、荒木さんは奥田に侵された。警察の話では荒木さんが犯人だとはある程度目星がついてたけど、僕にも目をつけてたそうです。なぜ逮捕までこんな時間がかかったのかは明日書きます。ちょっと複雑なことになってます。ただはっきりしてることが一つだけ、やっぱり渡部さんは警察にあの写真を持ち込んでいた。僕が荒木さんを脅迫してたことを立証したかったらしいんですが、逆に荒木さんを破滅に導いてしまった。嘆かわしいです。